二人とも元気にしてたか。おう、ふう、友達がこんなに続けて何人も来てなかったらきっと今回も驚いてたとこって、進化くん、やっぱり驚いたぞ。うむ、ここまで来るのは実に大変だった。エンジェルズシェア、名前も言いにくい。ここにたどり着けたのも熱心な勝利殿が道案内してくれたおかげだ。道案内をってことは、もしかしてわざわざ飲み物を飲みに来てくれたのか。ああ、そうだ、その友人だからな。ほら、メニューはこれだ。北風の望み。北風とはひんやりとしているということか。この北風って多分ボレアスのことだよな。寒いといえば確かに寒いけど。松笠キャラメル、松なのに飲めるのか。あ、それならオイラも飲んだことあるぞ。キャラメル味のコーヒーだ。松笠は色のことだと思うぞ。名前を見ただけでは全く想像がつかない。ここは主らに任せよう。精神や瑠璃袋のような、そういった味のものを頼む。そういう薬草はここじゃ育たないんだ。もし苦いのが飲みたいならコーヒーくらいしか。うむ、任せよう。そうだな、ずっと修行してきたんだし、また違う味を試してみるのも悪くないと思うぞ。神格には親切の口づけを作ってやろうぜ。こいつにぴったしの名前だしな。甘くて口当たりがよく苦味が全くない。これは何という飲み物だ。親切の口づけって言うんだ。まるで雪が降り積もったみたいな飲み物だろ。これは牛乳を泡立ててふわふわになった部分を飲み物の上にかけてるからなんだ。口づけってつけた理由は、おいらもよくわからないけど、多分売れるためにお店側が考えた名前だと思うぞ。うん、そうすることで売れるのか。え、だ、多分そうかな。おいらの想像でしかないけど、その、ロマンティックな言い方だろ。ロマンティック。説明するのが難しい。おいらの頭じゃこれが限界だ。そうそう、ふむ、そうか、分かったような気がする。待て待て、なんで今ので分かるんだ。今度はオイラが分からなくなってきたぞ。我が山を歩くとき、時々戦争を口にすることがある。目が地面から出てくる瞬間も、
この目で見たことがある光景だ。心を揺さぶるこの感覚は、確かに、あの瞬間のものに似ている。感謝する。おかげで、このような難解な名について理解することができた。これからも主に迷惑をかけるかもしれないが、よろしく頼む。